はいみなさんこんにちはこんにちは村長スタジオですここしばらく僕は動画編集でジャンプカットをいかに速くするかそればっかり考えています編集をほぼ毎日ほどやっていますのでとても素早く不必要な部分をカットしたいとそればかり思っていますそしてストリームデッキという左手デバイスなどにもいろいろあり付けて なるべく効率よくやっているのですがもっともっと早くできないかそんなことばっかり考えてましたへえ村長さんだから私と遊んでくれないのまたまたそんな誘惑発言ちょっとでも早くやりたいからねそれでいい方法見つかったのうんまだまだということはあるんでしょうけれども僕はマジックスという会社のベガスプロという動画編集ソフトを使っています 昔は高値の花というくらい高価なソフトだったんですけれどもこの頃はソースネクストという会社がキャンペーンとかで時には数千円で買えるようなそういうキャンペーンもやってるので皆さんが購入しやすくなったそんな便利な編集ソフトです YouTube の解説なんかもたくさんありますけれども僕が見た限りなかなかいいカット方法という解説がないんですよね そうなんだよ。なぜかみんなね、効率をどこまで上げて編集してるのかわからないんだけれども、大抵のビデオ編集の動画解説にはこのように一般的なカットの仕方で解説しているんだよね。まずはこの部分に隙間があるでしょこういうところをトリムしたいときにまずはカットします。ここにボタンはあるんだけれども、分割というのは S キーですこれはもうマウスでなんてやってたら絶対ダメだから必ずショートカットキーの S のキーを使うというのは鉄則だと思うんですねそうなの私そのマウスでやってたよそれはダメだね絶対にこれはショートカットだよということでカーソルを移動して S のキーを押しますそうするとこのようにカットができます そしてもう片方をもう一度カットしますそして画面の下の方にリップルというモードがありますリップルにも3種類あってこの3つのトラックはグループになってるんですけれどねでもなにせリップルのモードにしておいてここですねこのアイコンをオンにしてそして不必要な部分をデリートしますするとこのように 前に詰まってカットでできるんですねほぼ80%以上の YouTube の解説などはこんなようにしてカットをしていくんだよっていう風に解説しているのですがちょっとこれでは普通すぎるこんな便利なツールがあったのに奥に隠れていてわからないそんな発見なのですよこれがわかるようになる前に d a w のスタジオアンでも ものすごく編集がが便利にできるとといいうことが分かっっててて一生懸命やって研究していた,んだただスタジオワンは動画を扱えるんだけれどもカット編集とかをしてしまったら尺の長さが映像部分と変わってしまってスタジオワンで動画を扱うというのは尺の長さは変えないでの利用が前提でそのままのエフェクトだけかける例えばリバーブをかける。 そういういような時に使え、うなる動画編集ということで解説までしようと思ったのに全く尺が変わってしまって使い物になりませんでした。じゃあやっぱりベガスプロでやるっきゃないかという風に考えていろいろ試行錯誤をしていたらこの選択ツールの場所にこのような分割トリムツールというのがあったのですよ。 プロはとっても長く使ってたのにこんな便利なツールを全く知りませんでしたこのツールにして不要な部分のところにいきまずクリックをすると分割されますそしてそのままマウスをドラッグすると不要な部分を指定できてあとはマウスを離すだけでこのようにジャンプカットができるわけですこれさえできれば 不要な部分をどん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 このようにしてカットしていくことができるんですよそうだよこうやってどんどんいらない部分を切っていくだけなんだようわぁとっても便利ですねすごく早いでしょそうだねもう効率は5倍ぐらい早くなりそうだねうんそしてこれをする前提には どうしても覚えておきたいショートカットキーがあるんだよ。それはまずはマウスの真ん中にあるホイールを動かすとこのように拡大縮小ができるのはみんな知ってると思うんだけどシフトキーを押しながらそれをやると横スクロールするんだよ。拡大とか縮小はしないままこのように横スクロールしていくことができます。 カットをしていけばいいということになります。本当にトリミングが楽になりますよね。もう一つ裏技はね。今分割トリミングのツールを選んでるんですけれども、通常はこの標準編集ツールというのを選択していますよね。その時はどうしたら早くできるかです。コントロールとオルトとシフトと3つのキーを同時に押すと。 このように分割トリミングツールに一時的に変わるんだよそれもいいですねでもね、なかなか3つのキーを同時に押すっていうのはとっても難しいんだよねだからこれを僕はストリームデッキにも登録していますストリームデッキに登録するというのはこのようにして登録するんだけれども僕のベガスプロのグループに分割トリムっていうのを作っています これはどういうよういいよに指定しているかこちらの方にはシフトコントロール折るとあと何かのキーというのをつけてなくってこのボタンを選択しておくと押している間このキーが押された状態と同じようになるんですよでもこの選択方法のしてちょっとこつがいる例えばストリームデッキでホットキーというのをこのように配置しますここでホットキーを選べるんだけれども シフトとコントロールとおると押すことになるんだけれどここで指を離してしまうと設定していないことになってしまうんだよだからこれはどうしたらいいかというとこれを押してる間に上のタイトルのところをカチンと押せばこれでシフトコントロールオルトキーが確定になってそしてこれで3つ押しとかいうような名前で。 タイトルをつければいいんですよそしたら今は文字はこんな暗くなってるから見えにくいですけれどこれを明るい色黄色とかを選べば見えると思うんですねはい3つ押しというのができましたここでストリームデッキのボタンを押すとこのボタン一つ押すだけでツールがこんなようになるからとっても便利ですよわあストリームデッキってすごいね。 またお小遣いができたらストリームデッキも買ってみようね頑張ってみますコイン貯金かなということで今日はベガスプロでのカット編集の仕方で分割トリミングというこの便利なツールをご紹介しましたこれでかなりジャンプカットは速くなると思いますいいじゃんいいじゃんうん今日は d t m の話題じゃなかったけれども なるべく動画編集をスピーディーにしていきたいと思っています。尊重スタジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。